ユナイテッドシネマとヨハシ18は愛知県とヨハシ市藤沢町のホリデースクエアにある映画館。ユナイテッドシネマが運営している。1999年に AMC エンターテインメントの運営で AMC ホリデースクエア18として開館し、2005年にユナイテッドシネマとヨハシ18に改称した。開館時から日本最大のスクリーン数を持つシネマコンプレックスである。 全スクリーンにスタジアム座席が採用されており、全スクリーンの全席にラブシートが採用されている。1985年10月1日、藤沢町のホリデースクエア内に、研修施設兼用映画館として、ホリデーインシアターが開館。運営は名古屋などで映画工業を営んでいたヘラルドグループである。ホリデーインシアターは2スクリーンを有し、邦画、洋画、新作、 旧作など多様なラインナップで10年間営業した。1995年頃からは研修施設として使用されることが多くなり、1999年に同一敷地内に AMC ホリデースクエア18が開館したことで完全に閉館した。現在のロアジールホテルとヨハシ駐車場の場所である。ホリデースクエアのロアジールホテルとヨハシと、 アミューズメントビル1999年7月17日、ホリデースクエア内に建設された6階建て、延べ床面積16,500平方メートルのアミューズメントビル、ホリデースクエアアミューズメントプラザの3階から6階に、AMC ホリデースクエア18が開館した。映画館の運営は、AMC エンターテインメントであり、アミューズメントビルの運営は、豊橋スポーツセンターである。 AMC としては、AMC キャナルシティ13と、AMC 仲間16に次いで、日本国内3巻目の映画館である。東海地区のシネコンとしては、外資系のワーナー・マイカル系3巻、地元資本のコロナ系7巻、シネマ・ジャングル1巻に次いで12巻目である。18スクリーン、計3300席を持ち、開館時からスクリーン数で、日本最大のシネマコンプレックスである。 歪みが少ないスクリーンを採用しており、開館時からデジタルサウンドを導入している。開館時の来館者数見込みは年間100万人であり、8月の入場者数は約5万7000人とまずまずの出だしを見せた。1999年末には日本全国的に2000年問題が騒がれたため、12月31日には最終回の上映開始時間を5から10分間早め、 23時55分にはすべての上映を終了させて1万1の事態に備えた。同年9月24日には国内最大のスクリーンを持つ名古屋市のヘラルドシネプラザが閉館しており、大きさから多さへの移行を予感させている。2000年6月に大規模小売店公立地法が施行され、施行前にはショッピングセンターの駆け込み出店が相次いだため、 1999年から2001年頃には、それに伴うシネコンの設置も、相次ぎ、東海3県だけで旧施設103スクリーンのシネコンが生まれた。a m c ホリデースクエア時代、a m c ホリデースクエア18会館の煽りを受けて、2000年には、豊橋小築会館ビルが、2001年には、豊橋東映劇場ビルとスカラザが、相次いで閉館し、 豊橋市から従来型の映画館が消滅した。豊橋東映劇場は、AMC ホリデースクエア18の影響で赤字に転落し、黒字化の見通しが立たなくなったために撤退を決定したとしている。1990年代には隣接する豊川市に8スクリーンの豊川コロナワールド、1998年には7スクリーンのワーナーマイカルシネマズ豊川が開館しており、 東三河地方のシネコンは3施設33スクリーンとなった。1990年代末に AMC ホリデー、スクエア18を含む2つのシネコンが相次いで開館したことで、フル株の豊川コロナワールドは一時的に観客数が半減したという。ただし、豊川コロナワールドは一館の時より地域の観客数は1.5倍から2倍になっているはず。 見る人の側に立てば映画館を選べるというのはとても魅力的なことだと思うと語っている。1999年12月には3312席の AMC ホリデースクエア18に次ぐ東海地方2番目の規模のシネコンとして2696席のユナイテッドシネマイナザーが開館した。2004年には豊橋市の女性がモデルとなった1リットルの涙が 制作され、10月9日から AMC ホリデースクエア18で先行上映が行われた。初日に行われる予定だった、主演の大西アサと監督の岡村地からの舞台挨拶は台風22号の影響で中止となったが、10月17日に大西が舞台挨拶を行った。2005年5月25日にはシベリア超特急で監督と主演を務めた。 水野春夫が舞台挨拶を行った。2005年には、ユナイテッドシネマが、AMC シアターズを買収。10月1日には、AMC ホリデースクエア18から、ユナイテッドシネマとヨハシ18に改唱した。オープニングイベントとして、10月9日には、イン・ハー・シューズの試写会や、字幕翻訳者の戸田夏子によるトークショー、10月14日には、 イントゥザブルーの試写会が行われている。2006年3月21日には、豊橋市政100周年記念作品、早咲きの花の完成披露試写会が行われた。愛知県出身のソーダオサムの小説が原作であり、豊橋市を舞台として、豊橋市内で、ロケが行われた。なお菅原監督は2017年11月19日、 写真甲演園0.5秒の夏の上映会で、同作主演のリュウ・ナツキと共に、舞台挨拶を行っている。2009年には、豊川コロナが、東三河地方で、初めて 3D 作品上映設備を導入し、ジェームズ・キャメロン監督の、アバターを 3D 上映したのは、東三河地方で、豊川コロナだけだった。2010年には、ワーナー・マイカル・シネマズ・豊川も前倒しで、 3D 上映設備を導入。ユナイテッドシネマとヨハシが 3D 上映設備を導入したのは東三河地方の3つのシネコンで最後となった。2010年11月26日には同年12月18日に公開を控えていた最後の中心蔵の特別試写会が行われ、同作監督の杉田浄道と出演した女優桜葉七海が舞台挨拶を行った。 開業15周年を迎えた2014年6月13日には、既存の15番スクリーンに、IMAX 上映設備を導入した。日本国内の映画館としては17館目、東海地方の映画館としては、109シネマズ名古屋に次いで2館目である。ユナイテッドシネマ札幌、ユナイテッドシネマ浦和、ユナイテッドシネマキャナル式13、ユナイテッドシネマ岸和だ。 ユナイテッドシネマと島園に続いて、ユナイテッドシネマでは6巻目である。初めてアイマックスで上映された作品は、ノア約束の船だった。アイマックス版は通常版よりも高額であるにも、かかわらず、ノア約束の船では88%の観客が、アイマックス版を鑑賞したという。みんな、エスパーだよ、の舞台挨拶で訪れたその子。 オンユナイテッドシネマ会賞から10周年を迎えた2015年9月6日には東三河方面でロケが行われた映画みんなエスパーだよの舞台挨拶で同作監督のその子音と出演した俳優ソメヤ・染谷翔太と池田エライザーが来館した2016年5月29日にはマッチ少女マッチ少女の舞台挨拶で同作出演の佐藤すみれと 小林豊、本田剛し文が来館している。2018年は上田慎一郎監督のカメラを止めるなが大ヒット。同月18日に行われた舞台挨拶には出演した女優のマナと秋山ゆずき、俳優の浜津高之が来館した。また同年12月22日には 二つの昨日と僕の未来上映時に、同作主演のスケノダケと監督の大森健一が、舞台挨拶を行っている。2019年7月で、開業20周年を迎え、同年9月22日には、アニメ映画、バンドリ、フィルムライブの舞台挨拶で、出演声優の中島由紀と、金本久子が来館。同10月4日風切りの、ダウト嘘つき男は誰 では、出演した俳優の稲葉とも、西目春、岩永哲也、藤田富が同月6日に舞台挨拶を行った。2020年6月19日、体感型アトラクション 4D シアター、4デラックスを導入。さらに、この中の限定24席に、国内初となる4デラックスの新機能、スライドツイストを搭載した、マックスシートが導入される。 ユナイテッドシネマとヨハシ18-1ありがとうございます。